唐揚げ。唐揚げって言ったらチキンじゃないんだね今日は。じゃあ何の唐揚げ？もう究極のビーガン唐揚げ作るよ。輝く食、輝く私、輝く世界、未来食の大谷由美子です。今日も材料はたったこれだけで、もうね、鶏の唐揚げに負けないというか、それを凌駕する美味しさのこうコクコク唐揚げをやろうと思います。でまずはね、タレ、唐揚げのタレね、ニンニク 2g のところに醤油を、醤油を大さじ2杯、はい、ニンニク醤油、ここにそう、こんにゃくです。下ごしらえとしては塩で揉んでお湯で茹でてあります。これをなるべく表面がね、いっぱいギザギザなように手でちぎります。なるべく表面がいっぱいギザギザになるようにちぎります。この爪とかでね、グッとこうなんかギザ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 って表面積が多い方が美味しいから、こんな感じでね、結構味が染みにくいので、やっぱ15分ぐらいはつけておいた方がいいからね、こんな感じでよくつけて、にんにく醤油に、生醤油につけたこんにゃく、それもちゃんと下ごしらえしたね、これをね、この粉につけて揚げるだけなの。この粉なんだけども、これ唐揚げにするのに特製小麦粉にくず粉、今ね粉になった粉末くず、本くず粉と、本当普段売ってるくず粉ってこういうこうゴロゴロってしてこう固まっちゃうね。これなんで固まっちゃうかっていうと、あまりにも繊維が繊細で微細なので、こうやってこう塊になっちゃう。でもあっという間に水に溶けるっていう不思議なくずを、もうこれだとね、なんかみんな塊どうしていいか分かんない人が多いので、なんか今ねちゃんと粉にした。私はよくこれを自分ですり鉢で粉にしてたんだけど、粉にしたのが今は売るようになりました。この粉のね、これを混ぜます。小麦粉とくず粉を混ぜて、そうするとね、もう小麦粉だけでもない、くず粉だけだとね、ペタ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 くっついてどうしようもないんだけど、なんかすごくうまみのある衣ができる。で特別な味はついてなくても、もうね、こうあちらについてるので大丈夫。はい、こんな感じね。あとでこれをつけてあげます。準備万端、あとは15分待つ。でこれはね、15分以上だったらずっとつけて大丈夫だから、前の日とかにピョッとやっといて、さあ揚げようみたいなのでもいい。ね、今日半分、みんな一丁の半分だけど、なんかやめられない止まらないから、子供たちもあっという間に食べちゃって、あ、やっぱり一丁やればよかったっていうほどの唐揚げです。でも安上がり。はい、じゃあ唐揚げ作っていきますね。もうちゃんと15分以上経ってしっかりと味もついたこんにゃく、にんにく、醤油風味、これをね、さっきの混ぜたここに入れます。油もしっかり温めて、さすがにちょっとワークコートを着てきました。でもこれもシルクなんだよ、総絞り、古着から作るからね、こんな贅沢ができます。くず、贅沢衣、本くずだよ、本くず粉と、はい、揚げます。もうね、中身はできてるからね、あっという間。あとは揚げたてを食べるよ。これ高温でいいのね、もうだって中身はできてるから、表面がカラカラカリカリっていけば出来上がりなので、ほら、このすぐ上がってくるような高温にして、意外と静かでしょ。最初はね、あの材料から水が出てくるんだけど、揚げ物ってね、触ってこうノックしたら、 板だったらできてる、布だったらまだ、ほら板の子を探す、あ、板もうこんにゃくね、こうちゃんと塩もみして茹でてあるし、臭みもなくてすっごく美味しい。何しろ腸が綺麗になる唐揚げ。今本当にみんな腸が悪すぎて、料理で本当に日本の料理って毎日が薬膳ね、未来食は毎日が薬膳、腸が元気になったり、唐揚げ食べてね、腸が元気になるっていいでしょ。このタレはね、また使えるよ。結構陰性だから、なんか汁とかの方がいいかも。箸の先と私の五感って、もう箸の先が私の指になってるって感じなのね。でも指入れたら熱いでしょ。だから箸でこの相手がコンコンって
板になってるかどうかを。ああいい、これこれこれ、この子大丈夫。できた。見てこのボリューム。こんにゃく、こんにゃく半丁だよこれね。くず粉ぐらい奮発してもいいよね。でちょっとねレモンないから、柚子絞ったら美味しいと思わない？これ、熱々のうちに食べよう。ほらこの衣最高なの。なかなか味の染みにくいこんにゃくの奥の奥まで味が入ってて、キュン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 っていうこの弾力が最高。あと下にはこの衣のカリカリトロトロが来るから、もう何とも言えない。もう一個どうしても食べたい。このねこう不揃いがいいのね。不揃い、ぐちゃぐちゃ不揃い。はい食べます。これね揚げてテーブルに置いといて、後ろ向いてなんかサラダかなんか盛り付けてたら、あれ気がついたら全部息子食べてたみたいな、それくらいこうそういう経験談がたくさんあるくらい、本当にこうなんだろう、喉から手が出るほど美味しいっていうものが日本にはたくさんある。今日はこんにゃくの唐揚げでした。やってみてね。さて今日はここまでです。次はどんなレシピにしようかな。まだまだあります。楽しいレシピ、簡単レシピ、極うまレシピ。続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。